皆さんこんにちは、星椎武です。ファイナルファンタジー15の実況プレイ動画を始めたいと思います。それでは行きましょう。はい、前回の続きですけども、やることはこちら、チョコボに会いたいということで、ラスカに住む悪魔と、スモークアイベヒーモスですね、ベヒーモスを倒すというのが今回の目標となっておりますので行きましょうと。まあ倒す前というか戦う前に、まあ何かご飯でも食べておきましょうかね。どういう攻撃をしてくるかっていうのは分からないんですけども、攻撃力プラス高いな。炎、霊気、雷、まあ最大 HP が上がるようにしときましょうか。分かった、楽しみにしといてくれ。なかなかうまそうだ。はい、とこれで食事を済まして、また顔を見せてくれ。さあこれで次の 135m となっているあっちの方へ行きたいと思います。これはここから出れるか。ノクト、これ見てよ。どれ、よいしょ。チョコボ飼料減量支援用、生産者ウィズフォレアンと。なんだこれ、デブよ。せめてデブチョコボって言って。いやー、前回の動画からですけども、うわうわ崖かと思った、びっくりした。多分ね、録画自体は結構日にちが経ってる、まあ3日4日ぐらいは空いてて、でその間にいろいろ、上登った方がよかったかな。その間にいろいろサブクエストをやったりとか、そういうことで時間を潰すというか、やってましたね。レベル上げを兼ねたり、等をしてましたね。で、前回ここに来た時に武器を何本か買ったかとは思うんですけども、マップの、うろうろしてるとですね、マップがだいぶ行けるところが増えて、確かここでしたっけね、オールドレスターっていうここの拠点で、まあ、武器が売っておりまして、まあさっきまでここに来た時に買った武器より、まあこれか、前多分ブラナーレかなんかを買ったかと思うんですけども、まあ、それよりも強いクレイモが売ってたりとか、片手剣売っちゃったか俺、ルーン、なんかステエアーステップかなんか、そんな感じの武器からルーンセイバーに変わったりとかいう感じで、いろいろ武器が変わっております。で多分この道か、これ多分この道沿いに沿っていく感じですかね。さあ、ほんでよいしょ。おっと、あ、これなんか見えてるやつかな。様子がおかしい、行くぞ。おい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 、あ、ちゃう、これ見えてんのは木か、折れた木が見えただけですね。こっちでいいよね、合ってるね。こっちに向けて進んでいきましょう。おちょっと遠いか。一応この中は何、ダンジョンという扱いですか。マップが変わったんですけど、旧機の神毛かな。うわぁ、シャレンランバイ、滑った。あー、パリができんかった。よし、パリ。よし、パリ、ノクト、ナイスパリ、完璧だ、連携成功。あー、ミスった、抜けちゃうよ。よし、おいおい、どうまだいけるか。おい、よし、ほんで
倒した。ナイスナイス。行こうよ。ああ。オッケー。あ、それでですね、なんかこの大して見てなかったんですけども、この服ですね。HP 効果アップしたり、これをやっと攻撃のパラメータがアップするとか、で、カジュアルスタイルで攻撃や属性関連のステータス異常を防ぐことができる。で、ジャケットオフがクリティカルの発生がアップとか、でずっと着てたこのルシス王ですけども、これは HP MP がアップして、MP の回復速度もアップする。で、このジャケットオフ版、ルシス王の礼服のジャケットオフ版は、無限のスタミナに加え魔力がアップするってなってるんですよね。で、これが要は、ご飯食べてスタミナ無限状態を常にやってられるんで、まあ戦闘中以外、今戦闘中でも着てましたけども、まあマップを探索するときには、この服もいいんじゃないかなと思います。ずっと走ってられるんでね、なかなかいいかなと思います。これにしときましょうか。まあ、こっち、じゃなさそうな方へ行きましょうか。なかなかね、多分前も言ったかと思うんですけど、このゲームなかなかその攻撃、敵のね、攻撃力がね、なかなか激しくて、今自分が、レベルが23ですけども、ここに、この動画を撮る前にやったサブクエストの、敵がレベル15とかね、15とかの敵やにもかかわらず、結構ね、瀕死になったりとか、なかなか本当にね、痛かったですね、ダメージが。こっちへ行ってみるか。アイテム。ベヒーモスの角。お、びっくりした。イグニス、びっくりさすなよ。結構霧が濃いですよね。お、なんだ。旧機の神も。これ、ここ入れってことやな。登れないな。ちょっと、イグニス？危ねえだろ。いやいや、イグニスが悪いねんて。ちょっと、もう一手や。ノクト。いや、大きな音出したいわ。もうちょっと早歩いてくれへんかな。出た、でっか。待て。スモークアイってこういうことか。固めがあれですね。そう、行くの今。絶対ベヒーモスとか今のレベルで戦うような敵じゃないと思うねんけどな。あ、そうか。で、なんかミュージックプレイヤーっていうアイテムをゲットしたんですよね。で、それは、車の時以外に。バレてんちゃうの？車に乗ってない時でもこんな感じで音楽をね、聴くことができるんですよね。これ多分 FF6 で、6のサントラもお店で買いましたんで、まあ、こんな感じでずっと流してられると。ただこれを聴いてるとね、ちょっと周りの音がわからないんで、もうちょっとスス歩かれへんのかな。これ丸を押しても特に変わらない。ふう、やっと。
え、どこにいたん？この向こう側にいたんか。ちょっと横に広いなって。これはまあ敵が、普通の雑魚敵は出てくるでしょうけど。お、なんか声がすんな。角と一緒に右目もやられてんだな。視覚をつければ勝機はある。追いかけよう。右目やから右の方が、あれですよね、に回り込めば。この向こう側は何かあるか。特にない。お、またか。さっきのとこエリアで戦闘があるかと思ったけど、特にこれといって戦闘もないし、アイテムがあるな。いや、まだか。この下が、のマップが埋めれてない。埋まったか。いや、もうちょいか。結構マップ埋める範囲が狭いな。微妙に下が残ってるけど、もういいや。よし、これで、あっち側か。邪魔や。この仲間が自分の前を歩くんで、結構その歩くのに邪魔になるってことが。気をつけた方がいい。お、リトライポイント記録中。ってことは、これでから先に死ぬ可能性があるんですね。セーブはできない。おし、来たよ、これ。これジャンプするのか。いたぞ。どこ、どこ。いや、全然見えへん。やつは隅かに向かっているはずだ。そっと後をつけて、場所を特定しよう。了解。そっとな。スモークアイを尾行して隅かを特定しましょう。ははーん。いや、結構これあれよ。結構ね、見えへん。これもともとこういうマップ、それとも今日のたまたま天候が悪かった。よし。これ振り返ったりしやんよね。こっちのあれか。左目がバレる可能性あるから。ほっ。うえ、ちょやっちまった。びっくりした。絶対なんかうろうろしてるよな。おお、怖い。どっち行く？こっちやな。これ仲間どこにいんの？お前、何をクルクルしてくれてんねん。早く。
いやー見えへんぞ。いや結構厳しいね。てか普通に草で見えへんし。おっほー、隠れるところが。これあれか、この先かな。見えへん。よしよし、これで OK ちゃうの。よし、スモークアイの住みかを特定しました。岩の隙間を進み、その先の廃屋へ向かいましょうと。よかった。これ行く前になんかアイテムがないかだけ探しとかんとね。特にないんかな、アイテムは。うえ、振ってもだ。特にはなさそうね。よっと、上を登ったとしてもこれじゃ登れないね。ないね。うん、ちょっとあっち側を見るか。ん？あ、なんか光ったような気がしただけですね。ほい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 。あれ？なんか日本行くところあるぞ、これ。こっちは？なんだ？これは何？お、アイテムあるじゃん、やっぱり。よかった。丈夫な骨。そんなに重要なアイテムではなさそうですけども。まあ一応寄り道しといてよかったね、という感じですよね。さあ、ほんでは、行きますか。進む、あれ違う、進むが、はい、よし。ほんでお次は、びっくりした、スモークアイを追うか。お疲れさん。お前らどこにおったんや。おっ、なんだこれ。スモークアイを倒す、もう倒すの。え、いやまだやな。でもいる？スモークアイ。いや声はするぞ。めっちゃなんかうなってる。このドラム缶とかは何？特に調べれない。基本的にこの赤いドラム缶っていうのは爆発させれる系ですよね。よくある、まあ、アクション的なゲームの中では。まあバイオハザードやとこれ撃って爆破させるとか。お、出た出た、ドラム缶ファイヤーで爆発させてスモークアイ起こる。ハゲ、ちょっと待った、ちょっと待った、ファイヤーで爆発、ファイヤーファイヤーファイヤーあったよな、あるな。ドラム缶をファイヤーで爆発させ、おお、それな。バカみてえにできる。どうやって撃つんやったっけこれ。ちょっと待って、ファイヤーの使い方が、ファイヤー。
っかり敵を見極めて、もっと気を。違う、これどうやってドラム缶を撃つの？フリーロックみたいなんてあったっけ、これ。あ、これか。みんな気をつけてくれ。ちょっと待って、ちょっと待って。ノクト、このままではまずい。絶対そこがいいんじゃないか。これは動かせないんだっけ？おりゃ。おいおい、ちょっと待って。痛いって。無理してんじゃねえぞ。おりゃ。もう痛いって。これ当たったやろ。当たったか？当たってないな。ファイヤー。あ、一回撃った。ちょっと使えねえな。どっか行ったし。大ピンチってやつ。なんか打開策。あ、違う、待って、そんなとこ狙ったつもりない。魔法を作らなくては。これ別にドラム缶発火させるぐらいやったらそんな強くなくていいよね。確か2連鎖とかなかったっけ。フェニックスのもったいないな。2連鎖、これ何？万能薬か。強力2連鎖、これ何？エーテル。あった、2連鎖。なんだこれ。あ、3連ファイヤーでいいや。これ何でもいつでもあるしな。ファイヤー、3連ファイヤー。あっ、ちょっとしまった。いやちょっと待った。いや、どうだ。あー、あっち行ってーし、イグニス。ちょっと待って、行ってって。おい、イグニス。これ味方が基本的にこのダウンした場合見つけにくいんですよね、どこにいんのか。イグニス、注意してくれ。了解。これ当たったんじゃねえ。当たってる？あ、死ぬ。大丈夫か？なんとか。頼んだ、ブロット。ペネトロイ。あ、しまった。ファリーが、せっかくのチャンスが。少しまずい状況かも。なんかいいや、考えろ。よし、あいつの体力の底が見えてきた。もうちょい行き出せよ。倒した。ほうほう、よかった。なんか倒し方は良かったんかどうかは分からんな。ドラム缶は結局これ爆発したの？ドラム缶に当たったのか、ただ単にファイヤーが入ったのか。はぁ、あ、よかった。これは一応あっち側だけ見に行っておきますか。衣装チェンジやな。無限ダッシュ。チョコボ乗りてー。ああ、今普通に流したね。このね、チョコボクエストずっとやらずに他のサブクエスト回したりとか、まあ、いろいろやってたんですけども、まあ、その間ね、なかなかね、今の同じ会話、チョコボ乗りてー、ああ流したねーって、これずっとこれを言うてるんですよね。何、びっくりした。あ、
これでこっち側に来んのか。はあ、なるほどね。ここね、なるほど。ここがだからあれですよね、迷宮というか迷子ゾーンになってるところですね。まあ車へパッと戻りましょうか。宿泊地じゃない、車へね。まだこの車に戻るの時っていうのはロード時間っていうのはまあさほど長くはないんですけども、ファーストトラベルをした時ですよね。ファーストトラベルってその移動する距離によって長く、ロード時間が長くなるのか、まあ、近かったらちょっと短くていいのかわかんないですけど、ちょっとざっと測ったら。君たちが退治してくれたんだろう。わかるよ。みんなを代表してお礼を言わせてくれ。本当にありがとう。じゃあチョコボは？もちろん。君たちにならいつでも貸し出すよ。おかげさんで助かったよ。お、ハンターランクアップ。すごいじゃないか。ヘリオドールの腕はだいたいね。やったー、早速乗ってみようよノクト。経験値も溜まってきたんでね、そうそう宿屋で生産をしようかなと。チョコボレンタルが開放、やっと乗れるわ。券売機からレンタル申し込んできます。チョコボの笛で今日は何の用だい。あ、お兄さん方は変わりないかい。労働時間が大体長くて、大体長くてね、1時間じゃ1分20秒ぐらいあったり、短くても50秒ぐらい労働時間があったりしたんで、まあ、場所によってはね、もう普通にファーストトラベルするより、走った方が早いんじゃないのかなっていうところもね、中にはありましたよね。チョコボが解放されたんで、まあ、道路沿いじゃなくても、まあ、こういうところがね、自由に走れるようになったかとは思うんですよね。で、次はですね、まあ、メインを本当は進めたいところではあるんですけども、この機体を背負ってね、進めたいところではあるんですけども、なんかこの、うろうろしてると、この聖地巡礼っていうね、このダスカ地方の中心部、ここですよね、多分。カーテスの大皿に巨神タイタンが眠っていると伝えられていると、イグニスの提案に乗るなら麓まで行ってみようっていうのがありましたんで、まあ、これを次は行ってみようかなというふうに思います。で、一応、どこだっけな、これか。ここが確かカーチスの大皿とかいう、パーキング地点でしたね。うん。ここに、これなんだ。今なんかクエスト出てるな。あ、これが聖地巡礼ね。はい。ですが、まあ、多分、ここからチョコボ借りて走っていこうかなと思います。まあ、いいかな、それでね。はい。ということで、今回はここまでにしておきたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。またねー。